はい、絵手紙ともちゃんこと金本智代です。今日も張り切って絵手紙書いてみたいと思います。今日ね、何書こうかなって今まで書いたのが果物だったりキノコみたいな野菜だったり、あとはお花だったりしたんですが、今日はちょっと鳥を描いてみようかと思います。で、この雑誌をちょっと見つけました。すごい可愛いでしょ。赤い鳥なんですけれど、本当ね、今ね、このコロナでこういう時なので、もう家に在宅でねずっといる方も多いかと思うんですけど、絵手紙ってね、鳥のように自由に日本全国どこへでもポストに入れると飛んでいって心を伝えてくれますので、なんかね、鳥の絵手紙に載せて遠い人に思いを伝えるみたいな、そういう絵手紙を今日は書きたいと思いますので、じゃあ皆さん一緒に楽しみましょう。今日もはーい、はい、では輪郭から墨で描いていきます。だいたい絵手紙って下書きなしでいきなり描くので、結構難しいと思われる方が多いと思うんですけど、もうね、行き当たりばったりに描いちゃって全然構いませんので、目から描こうかな。結構ね、墨がにじみますので、本当に筆先の感じで描いてくださいね。こうやってまず輪郭から描いていきます。で、その通りにね、描けなくてもね、あんまり気にしないでください。それぞれの個性っていうか味になりますので、もううまく描こうとかあんまり思わないで、もう楽しんで描くっていうことがとにかく絵手紙は一番ですので、こんな感じでちょっと描いていきますね。はい、だいたいこんな全体的に、だいたいの輪郭がこうやって描けたら、こういう部分とかグレーの部分がありますよね。で、そういうのをもうこの、墨の段階でちょっと、墨を水で薄めてもらって、薄墨にして、で、風景なんかも結構そうなんですけど、結構こう墨の段階でこうやってね、薄墨をね、こうやってつけてね、影をね、つけておくと、あとで色をさっと塗るぐらいな感じで、こんな感じで墨の濃淡ですね、墨の濃淡を、この段階で薄墨にしてちょっと塗っておくと、こういう産毛のふわふわっとしたところとかも、ここもグレーになってますので、ふわふわふわっともこの段階でちょっと墨を薄墨にして、ちょっと
入れておくと、あとが、やりやすい感じに。墨絵のような感じでね、ちょっとこういう感じで色を入れておきましょう。 色というか濃淡をつけておきます。こんな感じでいいですかね。細かいことまでこの段階で白黒の絵のように墨をつけておく。こういう影の部分をつけておくと感じでいいですかね。こんな感じで、薄墨で少し、こういうグレーのところは薄墨でも色をつけておくんですね。はい、じゃあ次ここまでできたら、もう今墨を使ってるのでもうついでに文字を書いてしまいますね。で、じゃあ字を書きますね。で、もういきなり書いてしまってもいいんですけど、ちょっとこういう白いところでどんな感じで書くかを練習してから書いてもらったりしてもいいです。私はまあ大抵練習なしで1回で書くんですが、の言葉ももうその絵を見て思いついたり、とにかく言葉、絵手紙の言葉っていうのは前向きな言葉だったり思いを伝えるっていうことを大事にして、相手に元気になってもらう言葉を探すようにしましょう。で、やっぱりねマイナスな言葉とか不平不満だったり愚痴だったり悪口だったりそういうことは書かないで、相手がすごく元気が出る言葉を選んで書く。で、それが何より絵手紙の心だと思っています。で、じゃあ、どうかな、書き順が違う。あ、飛ぶってこの字じゃないか、こっちかな、こっちか、まあいいか。飛んでいきたいの2章。よし、
こんな感じで、私のところに飛んできたいって思うぐらい思ってくれてるんだなっていうのが伝わるようにような言葉。いいですかね。こんな感じで下書きが書けました。じゃあ次色塗りいきますね。はい、じゃあ色を塗りますが、いつも言っていますが、絵手紙の色は薄い色から順番に塗っていきます。なのでこの、鳥さんの絵の場合はこの、ちょっと黄色っぽくなってるこの薄いところが先に塗って、あとでこのオレンジの赤をのせていく感じですね。でそんな感じで塗っていきたいと思います。よいしょ。まずこの辺がちょっと黄薄くなっているところですね。こんな感じで、で、はがきの白さも活かす感じで描いていきますので、でこんな感じで黄色をのせたら、あとは、この木の実の感じの、枯れた木の実の感じですね。本当色をポンって置くぐらいにしないとすごくにじんでしまうの で全部ね同じ力を込めて全部描かなくてもいいんですよ。絵手紙ってこういう遠いところのものはもうしっかり描かないでぼやかしてふわふわって描いておいて、一番手前のものだけをしっかり描くようにした方が、絵っていうのは見たものを見たまま全部描いてしまわなくても、適当に自分で足したり削ったりしても全然構いません。その何かこう参考になる絵とか写真とかがあれば描きやすいので、何にも見ずにいきなり描くっていうのはね、なかなかそれはちょっと難しいので、結構写真とかを見て描くのが割と描きやすいと思います。で、ちょっと薄めの感じのオレンジを先にこの辺かな、ちょっと入れておきますね。それから今度は濃い赤ですね。本当赤い、これなんていう鳥ですかね、知ってる人がいたら教えてほしいですね。どのぐらいかな、ちょっとこのぐらいかな、こんな感じで塗っていきますよ。こんな感じで一通りこう塗れたら、すごく筆先に水を薄めて、それで筆先にたっぷり絵の具を取ってさっ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 て本当筆先でもう何て言うのかな、質感を、この毛のふわふわふわっとした質感をこうやって水分を飛ばしておいて、半分乾いてるような感じの時に上から足してやると、こう筆の感じが分かりますかね、こんな感じでふわ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 っと離した毛の感じが、毛の感じがねすごくねリアルな感じで。本当ね、こういう
時だからこそ絵手紙ってすごく伝わると思うんですよね。本当、会いに行けない遠くのご両親だったり子供さんだったりで、このね手紙をね書いてる時間っていうのは結構、まあ、人を思いやる時間でもあるんですが、自分自身の心をすごく癒せる時間なんですね。なんかほんとちょっと瞑想に近いような、すごい心が整うっていうか、リセットできるっていうか、日頃の、嫌なこととかも忘れて、まあちょっと自分自身を見つめる時間とかにもなるので、すごくね精神的にね手紙って届ける相手にも喜ばれるし、自分自身をも癒す時間にすごくなると思うので、本当にねいい趣味だなと思って、たくさんの人にこういうのをね、絵を描くってねすごいね絵心がある、絵が上手い人だけのものじゃないんですよ。下手なうちから人に出す、そして上手くなっていく過程も見てもらう。で、絵手紙仲間たちとの交流が本当心を癒すことにすごくなるので、私 Facebook もやってるんですが、Facebook だとローマ字で友よ金本って検索してもらったら、私のページが全体公開しておりますので、誰でも見れますので、それで毎日ね1枚絵手紙を書いて投稿するっていうのをもう6年以上続けています。なのですごいねそこでね本当仲間たちが増えて、すごい絵手紙つながりで仲良くなって、もうすごくいろんな交流が生まれて、それで私もね全国いろんなところに呼んでいただいて講座をさせていただくっていうようなことも増えて、ほんと去年はねすごいもういろんなご縁でニューヨークまで行くというすごいことが、本当に奇跡のようなことが起こったんですが、いやー今から思えばもう絶対今年だったら無理だったし、ほんとね全てのねことがねなんか導かれるように運がいいなと思って、ほんとなんか全てのことに感謝したい気持ちでいっぱいなんですが、こんな感じで。だいたい後からこう濃い色を塗っていく、ね、でこういうね木とかはね硬いものなので、この間カーネーションだったっけ、何か描いた時にも説明したんですが、こういうね質感のね硬いものを描く時は本当にね水分をなるべくねなくして絵の具をたっぷりつけて描くと、こう硬い 木っていう硬い感じが出ます。で柔らかいものはねなんか薄めに描いてもらったら柔らかい感じになります。はい、だいたいこんな感じで描けました。じゃあ落款を押しますね。どっち？よいしょ。落款を押すと2割3割増しぐらいになります。作品としてよいしょ、右左上下上下ってしっかり押して、はい
寄せました。あなたの元へ飛んでいきたいの、かわいいでしょ。ほんとね、ほんとはね、北海道にね、5月ね、東京にも行く予定で、北海道にも行く予定で、名古屋にも行く予定だったんですが、全部キャンセルにしてしまいました。でもね、またね、コロナがね、落ち着きましたら、日本全国鳥になって、いろんなところにね、行きたいと思います。で、それまでは、こうやってね、YouTube で皆さんとつながれますし、Facebook の方ではつながっていけますので、よし、こんな感じで。ありがとうございます。この鳥になって、あなたのもとへ飛んでいきたいです。コロナがね、収束しましたらね、また皆さんのもとに行きますので、じゃあ皆さんもちょっと頑張って鳥さん挑戦してみてください。今日もありがとうございました。